次は、あ、顎食い、てっちゃんの顎食い来たこれ、読み方は合ってるのこれ、ね、合ってます。私の読み方合ってます。最初なんかチャラ男みたいなの出てきて、うん、最後は小田裕二さんでしょてっちゃんの顎食い来たー抱きしめられたあの抱きしめられたあのテンションで盛り上がったのね。合ってるよね。怒られたらそのテンション。なるほど、ね、そうだよね。ってことは森江のブログはちょっと若干どっかに小田裕二さん様子はある毎回毎回出てる。毎回小田さんが出てる。ちょっと今泉がずっと笑ってるんですけど澤部さんの来たって言ってああそんな変なとこに引っかかってた。抱きしめ…点点点でラレターがカタカナなんだよ。すごいですよねこれね。ちょっと読んでもらっていいですか俺抱きしめラレターボルフト今泉めっちゃ笑ってくれるじゃん俺のクオリティの高い小田裕二ちゃん